最高に楽しい時間作っていきましょう。Yeah.
皆さん改めましてこんにちは、イズムです。今日は最後まで盛り上がっていきましょう。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、今日イズム初めて目に遭った方いらっしゃいますか？ほとんどですね。もういっぱい結構いる。そしたら皆さん、イズムはですね、今年、結成したばかり、まだ半年しか経ってないグループです。はい、はい、自己紹介の方こちらの端からお願いします。はい、イズムの末っ子爆弾さやかです。よろしくお願いします。イズムのロングロングアロングタイガです。よろしくお願いします。ちょっとこの次ちょっと難しいんですけど、はい、いきます。イズムの太陽カノンです。お願いします。イズムのリーダーひさしです。よろしくお願いいたします。はい、イズムのオールラウンダーくるみです。よろしくお願いします。はい、やってきました、はい、ニューイヤーズカウントダウンライブ、はい、2022年も今日で終わるということなんですね。そうですね、はい、はい、早いね、1年ね、はい、ですね。振り返るとね、いろんなことがあったかなと思うんですけども、はい、結成して僕たちまだ半年しか経ってないですね。そうですね、半年しか経ってないですね。時間経つの本当にね、和歌山マリナシティにすごくお世話になったんですけど、今年はいっぱいね、間違いない、はい、最後ね、こんな大きな舞台に立たせていただくということで、はい、本当今日はちょっとまだ緊張もあったんですけど、はい、はい、最初皆さんの盛り上がりを見て、ちょっとこれからも夜の部もね、あるんですけど、うん、ちょっとまだまだ盛り上がれそうやなって思ってます。まだまだ盛り上がりますか？はい、素晴らしい、素晴らしいよ、嬉しい。まだまだ活気あふれてますね、ほんまに。そうですね、いい感じ、いい感じ、はい、それでは、はい、早速、次はですね、はい、今までね、ちょっと最近は5人グループなんで、ちょっと5人のダンス&ボーカルバチバチって企画がちょっと多かったんですけども、はい、はい、今日がね、久しぶりにユニット曲、はい、用意してまいりました。次は、はい、女子と男子に分かれてのヒット曲、はい、曲続けて聴いてください。はい、はい、まずは女子からですね。はい、はい、おい、久しぶり、久々やな、3人でやったの、はい、ください。
からもっと盛り上がっていきましょう。2曲続けて聴いていただきました。はい、久しぶりのインスト曲どうでしたでしょうか。よかったですか。はい、最高、最高、ありがとうございます。ナイス、嬉しい、ありがとうございます。ありがとうございます。そしたらここでイズム告知させていただきます。はい、はい、来月ですね、1月15日イズム初の名古屋でのライブ決定しました。イエーイ、ありがとうございます。レオループさん主催の、はい、レオループフェス2023、はい、年明けて2023年初めてのライブでございます。はい、嬉しいね、名古屋で初めて。そうですね、関西圏で初めて出るからね。そうですね、初めての名古屋ライブ、ぜひ、は
はい、皆さん見に来てくれると嬉しいです、はい、はい、ライブの、ね、詳細などは私たちの公式の SNS に載せてありますので、はい、ism_0610 で調べてもらったら、インスタグラム、ツイッター、TikTok 出てきますので、ぜひフォローの方お願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そして私たち夜の部でも出演させていただけるということで、はいはいはい、私たちの出番はですね8時50分でございます。はい、はい、出番の後にね物販もございますので、ぜひ夜の部でもイズムに会いに来てくれると嬉しいです。お待ちしております。待ってます。はい、それではイズムラスト1曲となってしまいました。はいはい、はい、早いことで最後の曲は、はいはい、そうですね、初めてのオリジナル曲を披露させていただきます。はい、はいはい、ぜひね皆さんサビ一緒に踊れるとこございますのではい、バッチリな人おるけど、はい、一緒に踊ってくれると嬉しいです。はい、最後1曲ぜひ聴いてください。
以上でお昼の部の、イズムのパフォーマンスは終了となりますけども、はい、この後ね、まだまだ、ニューイヤーズカウントライブ、続きますので、はい、風にだけ注意して、ね、対策をして、はい、最後まで楽しんでいってください。はい、またね、会える方いらっしゃいましたら夜の部も、はい、出演させていただきますので、会いに来てくださると嬉しいです。はい、お待ちしております。お待ちしてます。それでは以上、私たちイズムでした。ありがとうございました。